雰囲気あるね。レイチェルのバッグを開けてみるか。どうやってこんな小さな小屋に象が入ったんだ？縄張りはちゃんと主張しないと。この小屋、気に入った。ガラクタの聖域って感じだ。デイビッドの写真があればな。服だらけ。まあ必要か。せっかく廃品置き場のボロ小屋に来たんだから、それなりのおしゃれしないとな。今日のアルカディアベイ豆知識の時間です。オレゴンは全国で一番ゴーストタウンが多い州だって知ってましたか？お化けや化け物も一番多いってことですよね。それじゃいい夢を。
ーチェルのパパといた女だ。変なの。よう、フランク、クロエだ。合言葉とか知らないんだけど。合言葉は薬？プライス、さっさと入れ。臭すぎだろ。うるせえ。何したらこんなことになんだ。ちょっとな、奥の部屋にノートがある。取ってきてくれ。さっきの女。あたくんだよ。いいから早くノートを取ってこい。フランクのバシリとは私も落ちたもんだ。1200ドルって世界が違う。フランクもブラックヘルの卒業生？知らなかった。予習かな。本当何考えてるか分かんない。書いた時、あんたの車だって知らなくて。え、汚っ。ドライブスルーの必需品。舌もお腹も痛くなる魔法のソースだ。さて、買い物リストに足してやるか。よし。嘘、フランクが子犬？マジで？セリングが必要だな。工場燃えたんだ。全部犬のために買ってるのか。これはもう取ってくれって言ってるようなもんじゃないか。では遠慮なく。妙なまねすんじゃねえぞ。くそ。
バランスの取れた朝食。この枕はもうダメだな。これもフランクの商売道具なのか。フランクのノートって多分これだな。仲いいな。俺たちずっともだよって感じだ。フランクにお似合いの玉座だ。ステーキをやるのは諦めたか。これってやっぱそういうこと？つけがあるのかよ。そろそろフランクの話を聞くか。これだろ。座りな。ポンピドゥか。なんというか、いかつい名前だね。フランス語だ。意味はタフガイとか、そういうの？フランス語なんかわかんねえよ。ところで、さっきの女、誰？女？さっき車から出てきた人。ああ、あいつの名前は…てめえの知ったこっちゃねえ。レイチェルのために聞き出さないと。フランクを説得するんだ。なんだよ、聞いてみただけだ。大げさだな。俺の口はそんなに軽くねえ。私が誰も信用しないの知ってるだろ。誰にも言わないって。いい加減にしろ、プライス。客の信用を失ったら商売上がったりだ。あのさ、この間大きな雲がアルカディアベイを飲み込む夢を見たんだ。お前もか。な、私ら似てんだよ。通じるところがある。まあいい。なんで女のことを嗅ぎ回る。愛はないよ。フランクのことをもっと知りたいだけだって。ねえ、彼女いんの？どうだろうな。フランク、話してくれたらうちのママに特別メニュー作らせるよ。例えば？激辛チリビーンズは？
任せろ。さっきの女はセラって名前だ。何週間か前に現れたんだが、すでにいろいろと面倒事を起こしてる。いろいろ？お前には関係ない。面倒事ってどういうこと？もういいだろ、話すんじゃなかった。教えてくれてありがとう。はいはい。工場の火事聞いたか？ああ、そんな噂は聞いた。あそこはデイモンの島なんだが、一晩で大金がパワーだ。大金って？いろいろ商売をやってたんだ。俺も少し手伝ってた。ずいぶんともったいぶるね。あいつヘドが出る商売を始めようって。最近は俺の言うことも聞かなくなった。とにかくお前には話がある。175ドルのこと？は？ああ、金だよ、つけの。ああ、それか。そんなもんはどうでもいい。あ、持ってんのか？まずは金持ちから回収しろよ。なことは分かってる。だったらいいだろう。今持ってる金は必要なんだ。ムカつくやつだが、とりあえず後回しだ。ノートの最後のページを見ろ。ドリューってガキの名前があるだろう。知ってるか？ドリューノース？ああ、だって。なんだこれ、すげえ金額。デイモンの役をドリューがアメフト部の連中に売ったんだ。え、マジでか。儲かんのか？それなりにな。ドリューには合計1000ドル貸しがあるが、電話に出ねえ。何か知らねえか？あんなバカ信用しちゃダメだろ。あいつはバカじゃない。こんなことは初めてだ。まあいい、今からブラックウェルに行く。ドリューの部屋から金を見つけて俺に渡せ。いいな。いいよ、でも報酬がないと。バカか、ツケがあんだろ。じゃあやったらチャラでいい？なんなら色もつけて。金の 10% だ。オッケー、いいね。うん、やるよ。なんだ？ちょっと面倒かも。私学校で問題起こして今朝停学になったんだ。そりゃめでたいな。それでも俺が行くよりマシだ。もしできねえなら100ドル分夢に近づける金を手に入れてトラックを直せばこの街を出ていける。レイチェルと二人でやるよ。決まりだ。難しくはないか。まあやるだけやってみるかね。